私はあの日祭りの最中に連れ去られ、この奥にずっとずっと奥、深く深く、
でとなるんだ。さあ、この面を。お父さん。
いよいよ祭りが始まる。面を準備せねば。私が住んでいた家。
この絵の女、この感じ、どこかで。
9月17日、同月島到着。こうやって記録するのも刑事時代の癖だな。2年ぶりの同月島、この島で灰原を見たという情報が入った。今度はガセじゃない、これも勘だが、灰原が潜伏しているとしたらやはりこの島なのかもしれない。島は静かだ。2年前の神楽の一件以来、周囲の島からもタブー視されているらしく、訪れる人もほとんどいないという。しかし暑いな。まだ残暑が厳しく日差しが強い。風がない。空気が動いてないんだ。止まっているような。どうなってるんだ。ここさやか。